これ僕の長い調査人生の中の本当にポイントポイントで情報が出た、結構なんていうんですかね、これも思い出深いというか印象深いエピソードなので。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。いつも本当にね、たくさん応援していただいてありがとうございます。そしてコメント欄の方もね、いろんなコメントを送っていただいて、で中にはね、あの不思議な体験談とかもね、寄せていただいてるんですが、ぜひですね、概要欄の方にメールアドレスありますので、そちらの方によかったら不思議体験送っていただけますと、また今度ね、厳選してここで紹介させていただきたいと思ってますので、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。さあ、ちょっともう大丈夫かな今回、ちょっとね、ご紹介させていただきたいと思いますが、元呪いのビデオ心霊調査スタッフ森沢東馬さんです。お願いいたします。お願いします。今回3回目で、はい、ありがとうございます。初回がね、割とこう、はい、なぜねこういったお仕事をされるようになったのか、そして初めて体験された不思議なお話、はい、で前回がね、この森沢さんが厳選してくださった恐怖映像3選、いやもうちょっとね、スタッフ一同もとんでもない、はい、僕あんなに間近で投稿映像を見せてリアクションを見るってことがなかったんで新鮮でしたね。あ、こんな感じで怖がって皆さん見てたんだと思うと、なんか悪い気がしちゃいましたもん、ね、いや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 、もう池田ちゃんに関しては未だに引きずってますからね。ごめんな、90度にこう曲がって椅子にこう直角に曲がって座ってますからね今ね。ごめんなさい。いや、それぐらいもうインパクトがあったんですが、ありがとうございます。今回は、森沢さんが行かれた、はい、心霊スポット参戦、はい、厳選したお話を、まあ、披露していただくわけですね。はい、森沢さんですね、本当にもうすごい方です。YouTube チャンネルもねやられてますよね。はい、はい、ホラホラファイルというフェイクドキュメンタリーチャンネルの方をやっておりますので、そちらの方をご覧になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そちらの方は、フェイクでもう作品として、はい、もう監督さんとしてこう発表されてるところですもんね。そういうことです。はい、ただこちらの方では、本当の恐怖のね話を、披露していただいてるんですけどもね、はい、ぜひ皆さん、概要欄貼っておきます。チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。いろんな心霊調査の中で、遭遇したやばかった場所、まあなんかすごい印象に残っている場所っていうのを、まあ、3選挙げていこうと思うんですけれども、まあ、一つ目はかなり有名なスポットだと思うんですけれども、はい、多分いろんな心霊 YouTube とかを見てきたら、あ、聞いたことあると思うんですけども、薬師堂の巻って場所、はあ、それこそね、川口秀幸、はいはい、彼もそこに行ってね、不思議な現象がたくさんあったんだって話聞かせていただきました。あ、はい、もうそこ僕も何度も行かせてもらってて、まあ、その場所っていうのは、まあ、埼玉の外れの方にあるやつなんですけど、もともとなんか集落があった場所で、まあ、今もう本当に野原なところに、まあ、その薬師堂の巻っていう大きい木があって、それが祀られてお墓とかも周りにあるっていう感じの場所なんですけども、まあなんか一時その心霊 YouTuber さんの方々がよくそこに行くみたいな感じの流れがあったので、結構頻繁に生配信であったりだとか、それで行かせていただいてたんですよ。で、初めて行った時に割とその見える方というか、そういった方が一緒に行ってくださった時に、あ、この場所はすごいなんか整備もされていて、すごい空気のいい場所なので、まあなんか一種パワースポットみたいな要素もあるところだなっていう、うん、だから今森沢さん浄化されてますよみたいな感じで言ってくれたんですよ、はい、そんな場所なんだって。まあそこの場所の曰くで言いますと、はい、まあラジオの音が聞こえるだとか、女性の髪の長い女性がなんか現れているのが書かれてたりはしたんですけれども、まあ3回かな、3回ぐらいその現地を訪れた時に、そこになんかそういった曰くもないし、曰くもないというかそういった音も聞こえないし、うん、そのような現象は起こらなかったんですよ。むしろなんか行くと夜中にもかかわらずなんか空気がいいっていうか、すごい、あ、なんか思ってるよりは怖いというよりはなんか健やかな気分になるなと思ったんですよ。そして4回目ぐらいにそこに改めてまた行こうっていう風になった時に、はい、現地行くんですけれども、
もうなんか入り口からちょっとなんか空気がドヨンとしてる気がしたんですよ、まあ、場所の感じがどうなのかっていうのはちょっと説明するんですけれども、本当に両サイド田んぼ道のところに一本道があって、その道を通り抜けていくとさらに竹の細い道があった先に大きい薬師の牧があるっていうようなところなんですね。でそれとは別ですぐそばに祠があるんですよ、あの場所って。道をちょっとずらした先を進んでいくと両サイド竹だらけの道が50メートルぐらい続くんですよ、で進んでいった先の先の先に祠がポツンと置いてある場所なんです。まあ、そこがちょっと有名なところなんですけども、そこの入り口に入る前に一緒にいた助手の男の子がいきなり僕の肩をパッと掴んで、耳元で言うんですよ、森沢さん違います。え何がって思ってで、え何何どうしたのって言って、結構リアルなトーンで言ってきたんで、えこれ何だろうと思ったんですよ。どうしたのって言ったら、なんか今までと違いますって、過去にも一緒にいてるんで、雰囲気が分かるんです、で僕もカメラ持ちながら撮ってたんで、え何言ってんだと思ったんですけど、不意にカメラを撮ることにやっぱ集中してたせいか、一回リセットしようと思ってもう撮ること一回やめて親身にその場所と向き合ったんです、ただもうこれ何とも言えない、なんていうんですかね、これはもうやばいというか、なんかじわっとなんか来るんじゃないっていうオーラみたいなものを感じたんです、今までの3回とは明らかに違うわけですね。そうなんですよ、これ何だろうって。でも彼は革新的に思ってるし、僕も言われた時にそれを思ったんですよ。でも即座に僕はあもうやめようって言ってその日やめたんです、でもうちゃんとまた時間を置いて、あの感覚なんだろうなって思って、やっぱちょっと気持ち気になるところがあったんで、でも3回もう1回行ってて4回目であれが起こったんだから、何か別にあるんじゃないかなっていう気がしたんですよ。これ皆さん、そこの祠に行く大きい通りのところで、実は左に行く道が別であるんですよ。そこが僕ちょっと気になってて、そっちも見てみようと思ったんです。完全に祠に向かうための一本道になってるところで、一個だけまた別の道があるから、そこの先を進んでいくと完全にもう竹だらけのゾーンが発生するんです。もう整備されていないから、もう道じゃないんですよ正直、なんだろうって見てって、なんでこっちにも道があったんだろうって見ていくと、パッととある木に目を向けた時に、木に何ですか、釘が刺さってるんですよ。わーって思って、あそういうことかなって僕は思ったんですけど、まあ一般的に言う牛の国米で使うような太い五寸釘っていうんですか、あれがガッと刺さってて、その周りになんかその葉っぱの跡っていうんですかね、そういうのがあって、あここでそういうことやってる人もいるのかなって思って、自分の中での解釈ですけども、多分こういった違う怨念みたいなものをその近くでやってる方がいて、それの影響だったのかなって僕は今では思いたいっていう、そういうエピソードです。その五寸釘っていうのは割と新しいものだったんですか？結構赤サビも入ってたんで、もう時間は経ってると思いますね。でもその今までの3回とその4回目明らかにこう違ったっていうのは、その日何があったんでしょうね。もうこれに関してはもう僕も調べてる範囲で言うと、さっき言った情報でしかないですし、で現地に行ってもそういった現象も起こらなかった中で、空気感だけそれっていうのを思うと、勝手なこれはもう僕の憶測でしかないですけれども、あの場所でそういった怨念を持ってやってる方が、もしかしたらその僕らが不穏を感じた時にいたとか、そういったことをなさってたみたいな風に僕は感じてしまったっていう、そういうことです。いや僕本当にまさに刺さってるものを見たことがなかったんで、うわーって。いや京都でも有名なパワースポットと言われている神社があるんですが、本殿の裏側で、まあ、そこ夜な夜なっていう、まあ、有名なそういう場所もあって、これ見たことあるんですけど、やっぱりもうとんでもね、まがまがしい、本当になんかこう人が人を呪うって、その光景ってやっぱり見てられないですよね。確かにもう なんですかねあの生々しさっていうんですかね、多分まあある程度時間は経ってると思うんですけれども、なんつうんですかね、
自分もある程度いろんな経験をしてきたからある程度の免疫っていうか覚悟を持ってやってるんですけど、それを初めて見た時のなんていうんですか、残念な気持ちっていうか、うわ見てしまったっていう、あこれに到達してしまったか俺はみたいな、そういうなんか悲しさがありましたね。やっぱりこの念ってやっぱとどまるのかなって思いますし、そこにはすごい負の念を打ち込んだわけで、そこにはその負の念がやっぱ釘と一緒にずっととどまってるような気はしますよね。いやちょっとこれが第3位というか、まず1箇所目、はいはい、あと2つあるわけですよね。ありますね、はい、ちょっとなんかさっきの釘のあたりからちょっと話しづらそうというか、ちょっとこうなんか目がこうじゅわっとこう、いやなんか思い出して辛くなっちゃったんですね。なんかこう涙が少し出てきてるような感じに見えました。ごめんなさい、はい、じゃあ続いて、はい、2つ目のものになります。この場所は、先進寮という場所なんですけれども、これちなみに言っとくと、僕が最初の第1回で話した初めて霊を見た場所なんです。あの大きな建物があってっていう、その場所でまさにそれがあったっていうところなんですけど、さっきも多分言ったと思うんですけど、めちゃくちゃでかいスポットなんですね。でさっきはもうまさに僕が初めてそういった体験をしたっていうことで、あのエピソードを話させてもらったんですけれども、その場所っていうのがなんていうんですかね、何これっていうものが多いんですよ、うん、大きさがでかすぎるがゆえに。すごく気になったところで言いますと、地下に行くとバカでかいガラス張りのなんかスペースがあるんですね。で多分なんかもういたずらなのか叩き割られて、もう本当に壁一面大きいやつがなんか置いてあったりだとか、場所によっては金庫みたいなところがあって、それがもうちゃんと貯蔵されていないような場所があったりするんですよ、うん、でも先進寮、まあ、寮なわけですよね、はい、ただ皆さんが住まわれていた寮なわけで、はい、だから なんなんですかねそこね、役割なんだろうっていう、うん、でなおかつ他の場所を見ていくと、僕一番なんでだろうと思ったのが、まあ、2つあるんですけど、その場所、はい、いろんなスポットがあるんです、その場所っていうのが。一つが絵を描くイーゼルってあるじゃないですか、はい、それがなんかああいう施設だと必ずあるんだと思うんですけど、空気清浄というか空気管理みたいなスペースがあるんですよ。そういったなんか一つのスペースのところにイーゼルがボンってまず置いてあるんですよ。はい、でそれに何がなされてるかって言ったら、紐でいっぱいくくりつけてあって、なんか壁中に手形がベタベタベタってあるんですよ、はい、まあ、いたずらにしてもこの発想でこれ何っていうところで、でそのイーゼルっていうのが市販の売り物のイーゼルじゃなくて、そこら辺にある木を組み合わせて作ったよ。はー、でイーゼルのすぐ横になんか大量の絵の具がもうブチャブチャブチャってなって、なんかもうこっからなんか現代アートでも作るのかぐらいの、なんかベチャベチャぐらいで、で多分それを使って壁に貼った手形をやったんだろうなみたいなスペースがあって、もうその気持ち悪さもありますし、でもう一つちょっと気になったところが、一個スペースを置いたところに和のブースみたいなところあるんですよ。和というか、要は日本 和風というか、要は木でできた和のスペースみたいなとこあって、うん、そこ完全にちょっと別個であるんですね。あ、なんかここは和の場所なんだなみたいな感じであるんですけども、そこに入っていくとなんていうんですかね、濡れた蛍光塗料で矢印の跡みたいなのがちょっと残ってるような場所があるんですよ、うん、でそこのところでべちゃべちゃになっている床のところに、なんか一つ四角い なんて言えば畳があるじゃないですか、はいはいはい、畳があって一つのところだけ四角く区切られたところがあるんですよ、はいはい、でそこだけなんか目印みたいな感じにバッテンがあってベチャベチャになってるんですね、うん、でそれなんだろうと思うと、よく多分昔のそういった家屋だと多分壺とかに漬物とかやったものを入れる、うん、なんか入れ物というかそういったスペースというかスペースがあると思うんです、多分それなんですよ、うん、でそこをパッて開けて中見てみたんです。何があるかっていうと、えなんか気持ち悪いから見るんですけど、もうボロボロになってて、なんか昔の文庫本の本みたいなのがあるんです。でそれももうぐっちゃぐちゃになってて、
どの本かも分からんけど、めくれるけどもう風化してなんか分かんない、それ一冊なんですよ。そういうのが溢れてそこら中にあるのがその先進寮っていうところで、もう全然入れないところなんでもう行くことはできないんですけれども、僕何回かそこ行かせてもらった時に、はい、さっき言ったようにもう学校校舎5個分みたいな感じで行ってたと思うんですけれども、行く先々で色の違う要素が様々にあるんですよ、うん、さっき最初僕が行った屋上に行ったらなんか人の気配もそうですし、第1回目の時に話していただいた話ですよね、はい、その人の気配を感じたその屋上もそうですし、でなおかつそういった謎のいたずらがされている場所で、よくわからないガラス張りでやたらボーボーに生えたところの向こうに鹿がいたりと、それ関係ないか鹿はね自然にね、はい、それいてもいいでしょう、はい、なんか僕の中での言い回しで言うとなんか心霊スポットのアベンジャーズなるほどね、まあ、きっと建物自体が広いからこそ、うん、もしかするとそこに肝試しで入った人たちのいたずらや落書きもあるんでしょうけど、はい、それも気持ち悪いけど、きっとその前の暮らしてた方たちの、はいはい、なんかこうさっきのガラス張りで現代アートを作っていたような部屋があったりとか、ちょっとこう理解できないような部屋がポン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 とこうあるのがギュッと集まってましたことですよね。そういうことです。だからそこの心霊映像ってちょいちょい来るんですよ、やっぱ広くて、まあ多分名も通ってるところなんで。本当に困るのがもう要素が多すぎてもうどうもできないっていうパターンがそこで起こっちゃうんですよね。でもなんか多分そこでもちろんお亡くなりになられた方も必ずいるでしょうし、とは別でなんかそういった違う目的、違う意思、完全ないたずらも多分混雑した状況のそのありさま自体が僕の中ではめちゃくちゃ怖いなっていう思い出が、まあ、言い方ちょっとあってか分かりませんけど、心霊スポット10個分みたいな、そういうことです。それが一つにこうギュッと集まってるみたいな場所ってことですよね。はい、いやーすごい場所いろいろ借りてますね。もう皆さんでももう入れない場所なのでダメですよ、はい、では最後一つお願いいたします、はい、これ結構ちょっとぐっと長い話になっちゃうかもしれないんですけれども、まあこれはとあるこれだけちゃんとした名前言いません、はい、ちょっと僕の中でも言ってほしくないので、まあある関東の外れの、大型公園ってあるじゃないですか、公園、はい、要はもう夜になると入れなくなるなんかでっかい公園みたいなとこがあると思うんですけども、うんうんうん、昼間はバーベキューもできるような草原地帯で、うんうんうん、でなんかランニングもできちゃうみたいなでっかいとかって地方にあるじゃないですか、はいはい、そういったところなんですよ。で僕がそこをまずなんか最初に行こうとその場所を発見するっていうきっかけになったのが、単純に心霊スポット生配信をしようと思っていて、うん、そこに行くっていうふうになって、まあ、そこの曰くっていうのがとある橋があるんですね。でその橋のところに、夜になると女性の姿が見えて川に、飛び込むみたいな曰くがあるっていうので、うん、まあそんなにそれぐらいの曰くでしかない場所っていう。でも普通に家族連れも多いし、はい、昼間なんかは賑わってる公園の中ですよね。そういうことです。でそういうところで夜だとそういうのがあるっていう風な感じで言われてたんで、まあそこまで僕も恐怖を感じるそんなところじゃないだろうなぐらいなノリだったんですよ。で現地に行くっていう風になった時に、その橋に行くってなるとそこ結構もう夜の7時ぐらいになっちゃうともう閉まっちゃうんで、うん、車で行ったとしても、もう中に入れちゃうと出らんなくなっちゃうんで、一番最寄りの駐車場からそこの橋目指していくって歩いていくことになるんですよ、はい、でそこが結構広大な公園さんなので、うん、もう入り口から40分ぐらいかけて、そうなんですよ、そんな広いんですね、めっちゃ遠いっていうところなんですよ。車だったらもうちょっとアプローチして10分ぐらいで行けるんですけども、はいはい、夜になるともう大変だなっていう感じで、で歩いて行ったんですよ。で現地のその橋に着きましたと。でそういった曰くがあるのかなっていうふうに言っても、まあそれっていう現象も起こらなかったんですけれども、まあちょっとその場所っていうのが結構特殊な形状をしていて、橋があるじゃないですか。橋の先に島1個分みたいな感じにあるんですよ、うん、まあ、簡単に言うと橋の先に島があって、そこを川が流れて真ん中に島があるみたいな、そこを中継するように橋があるっていう。なるほど。だから一種孤島みたいな感じのが一つあるんですね。だからその橋を渡った先に孤島があるよと。あ、じゃあもうせっかくだからここまで歩いていきたいんだし、そこも巡っていこうというふうになったんですよ。でそこの形状というか、真ん中にごっそりもう森林地帯があって、それをただぐるっと巡るみたいな、それだけの
もう名もない島みたいな感じなんです、うんはい、じゃあここちょっとぐるっと川に沿いながら歩いていこうよって。広さとか大きさどれぐらいなんですか。どうだろうな、これ なんて言えばいいんですかね。多分一周ぐるっと巡るには1時間かかるなぐらい。ああでも結構まあ大きな孤島と言っても結構大きいんですね、はいはい、で真ん中あたりはもう完全に森林地帯で、うんうんうん、まあでもちょっと節々でちゃんと、トイレとかも置いてあって整備されてるんですけれども、移動してる途中で森林地帯があるんですけれども、あれって僕が気づいたんですけど、森林でグワーってなってる中で一つだけなんか道が見えるんですよ森林の中入れるはいはい、はい、うわって、まあ行くっきゃないっしょってなるんですけども、ちょうどその生配信もしてたんですけど、もうその辺りで電波途切れてもう見れなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、あ見れないっていうかもう伝えられなくなっちゃって、はい、まあでもそれでも中も興味あるから見てみようよってなったんですよ。で中入っていくと、もう両サイド竹やぶで、さっきの薬師堂の薪じゃないけれども、それよりも人一人分しか通れないような細い道なんですね。そうなんですよ、細い道が延々と続いていくんですよ。へえ、なんかこれ千と千尋みたいなぐらいの細い道を延々と延々と行って、どこ行っちゃうんだろうかって超怖いんですよ、はい、もう両サイド竹やぶだらけだし、何これ何これって言ってって、でその先を進んでった先の最後のところになると、もう完全に竹で終わるんですね、うん、あ終わったって言って、何だったんだろうって、まあ、多分5分ぐらい歩いたと思うんですけども、でそこの終着駅に着いた時パッと右見るとポストがあるんですよ、はい、完全に試乗されたポストみたいなのがポツンと置いてあるんですね、はい、赤いポストですよね。赤じゃないです、もうよくある一般の方々が使うポストが棒で立てられて、あそのある感じです。あ郵便のやつって、そうです、そうです、家にあるようなっていう、そうです、もう受け入れというか、はい、もう受け用のポストみたいなのがあって完全に試乗されてるんです。で横見るとその先に藁でできた座布団みたいなのあるじゃないですか、はいはい、昔の時代の、はい、敷物ね、はいはい、あれがもう 5,6 個円形に置いてあるんですよ。で僕らも結構夜に行ってたんで、それ見てそのポストも見て、え何って思って、で僕もちょっとポスト何だろうなかって思って、完全に鍵かけられてるんですけど、ペペロって見たらなんか結構紙が入ってるんですよ、うん、わ気持ち悪いって思って、でその時ファッと奥の方を見たら、明らかに人のシルエットが3人ぐらい僕見えたんですよ、はい、うわもう怖って思って、もう場所もシチュエーションも全部含めて、えなんか俺やばいとこ来ちゃったかなと思って、もうそのまますぐ退散したんですよ、はい、うわめっちゃやばいとこ行っちゃったかな、なんだろうなと思って、でもやっぱその時も後で考えた時に、もう人なのかもう亡霊なのかもなんか分かんない暗がりの奥でそこにいたみたいな感じだったんで、うん、めちゃめちゃ怖かったんですよ、はい、なんかもうすげえもん見ちゃったなと思って、で僕もちゃんとやっぱそういった調査員なので、翌日になってちゃんと役所に聞いたんですよ、うん、こういった場所でこういった場所があったんですけど、これ何なんですかっていうふうに聞いたら、まあその場所っていうのはもともとそういったもう家のない方々、まあいわゆるまあこれ P 入れるかもしれないですけど、はい、まあ、ホームレスの方々結構集まってる場所なんだよっていうふうに、はいはいはい、でも昔結構一斉摘発されて、今はもうそういった場所ではなくなってるからもう全然今関与してないよっていうふうに言われたんです、うんうん、あそんな場所なんだって、で僕改めて昼間にもう一回来たんですよ、はい、で現地を見てったら、まあ、またポストもあります、でその座布団もあります、で人が見えたっていう場所があったじゃないですか、はい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 、そこを改めて見た時に周りが竹でグワーってなってる中で、いやでも俺がここでこの角度で人を見たとしたら、あそこに人がいるわけないじゃんっていうぐらい密集した狭い竹やぶなんです。あうわーって俺絶対だどっちなんだろうって思いながら気持ち悪くなってたんですけど、それでは収まらず、僕夜にその場所行ってたわけじゃないですか、昼間に改めて見た時に僕一つ気づいたんですよ、はい、あ俺ここ昔来たことあるなって気づいたんですよ。なんでだろうって思った時に、この道絶対に俺歩いたことあって気づいたことがあって、これ多分僕のもうリリースされてるシリーズのやつのどれかを見ればもうリンクすると思うんですけれども、僕過去にその場所を違う調査で来たことがあるんです。違う調査、要は心霊映像がやってきてこの場所調べてくださいっていうのでその場所に来てるんです、うん、でそこっていうのはその場所ではなくって、そこからちょっと離れたところに、まあ男女の
子たちがそこの場所で夜な夜なバーベキューしてる時にちょっと移動してったら、なんか人面樹っていうんですかね、木に人の顔みたいなものが映って、うん、でそれに関連してた女性っていうのがもうちょっと病院送りになって体調崩したみたいな映像で僕そこの現地行ってたんですよ、うん、でその場所だって気づいた時に、その場所とこれとはリンクはしないんだけれども、なんかこの森全体でなんかあるなっていう風な気になったのが、その後で気づいたその調査の時に違和感が一つあるんです、はい、その森っていうのは、木のところに到底人がジャンプでも届かないぐらいの高さにこれをする用の縄が大量にあるんですよ。大量に、もう僕が多分見た時には5、6個もう吊るされてて、もう風化してちぎれはしてないんですけれども、それがただれてるんですよ。でそれの違和感っていうのが、投稿者がそれに気づいた時点では 2,3 本だったものが、僕らが改めて行った時には 5,6 本また増えてるねってなったんです。で僕の脳内で思ったのは、あれもしかするとこれリンクしてるかもなと思って改めてその場所行ったんですよ。そしたら数がもう十何本もまた増えてて、これなんだろうっていうふうに思って、まあもちろんこの僕が見た亡霊のようなものとそのものってのと、その縄ってのがどうリンクしてるかもわからないですけれども、その一通り含めてこれって多分検索でいくらやっても出てこないと思うんですよ、うん、多分僕の探索範囲の中の情報でよりすぐってなんかなってるものなんで、多分その場所で起こっていることとその介護なのかわからないです。でそのポストの存在でその縄っていうものが全て僕の中で思考する限り、もう想像を膨らませるほどに、これはもう皆さんの解釈次第ですけれども、恐ろしくてしょうがないなっていう場所です。そうですね、これまだ先あるんですけれども、長くなってもいいですか。はい、はい、じゃあ行きます。その場所ってのを、改めて、それってのが最初の調査の時点ではもう6年ぐらい前です、はい、で生配信の時は大体 3、4年ぐらい前に行ったんです、はい、でその事実まで知った時点で僕一回もうその場所から離れてる、はいはい、離れてるけど、もうなんかもうここまでかなって、うん、なんか変な場所だなって終わってたんです。僕去年行った時に、行った時にというかその近くに行った時に、あの場所ちょっと近くまで来たから、ちょっと昼間だったんで車で近くで行って、ちょっと久しぶりに見てみるかと思ったんです、うんうん、で現地に行ったんですね。そしたらそこに、竹の先の場所ですよね、行ってその先を見たらポストあったじゃないですか。ポストありましたよね。もう何年かぶりに見た時に中身ないんですよ。中身、え、中身がなくなってた、うん、うん、と思って、でパッと見るとまあ、お住まいになられてる方がいたんですよ。で、うわっているって思ってあーってそわそわしてたら、その方が話しかけてきたんです。なんだよこんなとこまでみたいな感じで、結構ガサツにガーガー言ってくるんですけど、まあ一応自分の事情を説明したんです。実は過去にこうこうこうでこうこうこうでこういう感じがあったんですよ。で説明したら、その流れで、あ、そうなんだねっていう風になって、まあもうこの場所も本当はダメだけどみたいな感じで、まあでも多分また何かされたら俺も出ていかなきゃなぐらいに話して、ちなみにこのポストの中身もともとあったんですけれども、ご存知ですかって言ったら、ああこれ俺がここに来た時に中のやつ破壊して中見たんだよと。でそしたらもう手紙のようなものがあるって言ったじゃないですか。それの手紙ってのがなんて言うんですか、普通送られてきた手紙ってもう消し印がされたもんで来てるじゃないですか、はい、じゃなくってサラで切手が貼られた状態の手紙とハガキがあったんです。でそれが大量にあって、それがもうなんかだ、まあ、送ってないやつなんだなっていうことで、その方がまあちょっと街に出るときにポストで丸ごと入れたよみたいな感じでおっしゃったんです。郵便局通ってないことですもんね。そうです、はいはいはい、だから通ってないから、じゃあ誰かに送るやつなんだなって住所も全部書いてあるんで、うん、それで送ったよって言って、まあ正直俺もそれをもう心から信じてはいないんですけど、多分なんかやったんだろうなって思いつつも、ちなみにどんな内容でしたかって言って、まあもちろん手紙で入ってるやつの中身は見れないけれども、はがきのもののやつでやると裏面で見える、そうするといわゆる遺書みたいなものが書
かれてるんです。死にますとかそういうわけではもちろん、亡くなりますとかそういった文章ではないんですけれども、こうこうこうでこうで素敵な人生でしただとか、もう子供の写真とかが貼ってあったりして、それでなんとかじゃねえなんとかじゃねえみたいな、なんか感謝の文面が書かれてるものが置いてあったっていうんですよ。だからもうなんかそういう風なものだったから、なんか送ったよっていう風なのを聞いて、なんか僕はその事実を聞いて思って、ここでようやくその事実を知った時に、なんか僕の中でやっぱいろいろ情報を整理したしようとしたわけです。その縄だらけのスポットで、なんか謎の会合のようなスペースで、その謎の、亡くなりたい方のポストであったり、そういった方々が集まる場所っていう要素を全部総合して思った時に、そういったサークルとはもちろん思いたくないんですけれども、はい、そういった僕がもしかするとそのポストを発見した段階で何か一時的にそういった集まりがなされて、そういった行為をする方がいらっしゃって、そういった亡霊だとかが出てたっていうのが、僕の接し方の情報の断片をつなげて、そういうものがあったんじゃないかなというふうに整理した。全部まあ、つながってしまう話ではありますよね。そうなんです。で、数年後に来た時にその数がやっぱり異様に増えてるってなると、もしかするとそういう、まあ、自分だけではっていう集まりの皆さんの中ではそこが有名な場所であって、でみんなで最後話をした後にじゃあっていう時、そして手紙をそこに投函するっていう形があったのかもしれないっていうことですね。で、まあもちろんそういった方々がいらっしゃる場所なので、やっぱり冬場になったりすると、まあ、そのまま寒さでやられて亡くなってしまう方っていうのももちろんいらっしゃったという情報もあったので、そういうふうに考えると、この名の知れない、なんか名もなき森林地帯っていう存在が、僕が節々で接する情報をもとで、後でじわっと真実が伝わった時に、ここも僕明白に教えてはいないんですけど、どんな方にも、めちゃめちゃ怖いなって思ったんです。時間をかけた、しかも別に断定的な何かもないわけなんで、すべて憶測ですよ。そうですね、はい、そこに住んでらっしゃった方っていうのは、いわゆる勝手に住んでる方ですよね。はい、そうです。ああ、なるほど、はい、ダメですよ、はい、という感じです。あ、ちなみになんですけど、あ、この場所、島田さんが知ってる方と最近行ったんですよ。これでも行っちゃっていいのかな。あ、行っちゃっていいです、全然。え、川口さんいるじゃないですか。川口秀樹、後輩ですよ。はい、と言ったんですよ。ね、仲良くて、はい、で今回ね、川口の紹介もあって実現したという経緯もあるんですが、そうなんです。僕最近その川口さんとコラボでするときに、なんか本当は違う場所に行こうとしてたんですけど、その場所結構よく行ってたんで、ちょっと違うとこありますかねって言われて、僕他の人はあんまり巻き込みたい場所ではなかったんですよ。でもちょっとこういった場所があるんですよっていう説明をして一緒に行ったんですよ、川口さん。もう川口さんもうその入り口あるじゃないですか、あれ見た瞬間にうわーって言ってて、で僕は本当の奥底までわざと見せなかったんです、はいはいはい、ちょっとまだ僕もわからない領域があるんで、だからポストの存在の手前で竹の途中のところで行って、実はこんな背景があったんですでやったんですけども、ちなみに川口さんって心霊スポットの匂い収集の、はい、現場の空気をね持ってくるんですよ、はい、で俺面白かったのが最低なんですけど、川口さんがもう竹の入り口のところでちょっと空気収集するわって言って、あ、どうぞ行ってらっしゃいって言って、それでやった時にもうはっきりとした名称がないので、名前のところに謎の森って書いてそういうとこあるんですよね、あいつね。まあまあまあっていうのが、まあ最近の。じゃあそれはもしかすると近々川口の方の動画でも紹介されるかもしれない、はい、そうですね。あ、ぜひ皆さんそちら、はい、でもこれリンクしてこの話のやつあれだみたいにはしないでください。そうですね。いや、
ごめんなさい、ちょっとこれマジでロングのやつだったんで、結構ブームブームはしょってやったんでちょっと分かりにくかったかもしれないですけれども、ちょっとこれ僕の長い調査人生の中の本当にポイントポイントで情報が出た、結構なんていうんですかね、これも思い出深いというか印象深いエピソードなので、ちょっとなんか言おうかなと。いや本当に貴重なお話でした、ありがとうございました。いやすごいですね、呪いのビデオ。もうね、あの映像の監督でもねらっしゃるので、もうそういったねスペシャリストなんですが、お話の方も上手で、そして、ね、やっぱ現地に足運ばれてるので、話にこう深みがあって、いやーちょっと素晴らしいお話、今回ね参加にあたってありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さんですね、 YouTube チャンネルもやられておりますのでチェックの方よろしくお願いいたします。はい、チャンネル名お願いいたします。ホラーホラーファイルというフェイクドキュメンタリーチャンネルになります。毎月、作品の方を上げておりますのでぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そちらの方は皆さんフェイクで、はい、ね、もうあくまでも作品ですからね、ご安心して楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。概要欄貼っておきますのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。いや、またちょっとぜひお願いいたします。はい、ぜひお願いします。すごかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけでゲスト、元呪いのビデオ心霊調査スタッフ、森沢トーマさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。